YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢重美です。今日はですね、皆さんとこの脳についてシェアしてみたいと思いますね。脳、人間のすべての財産価値、それは脳から生み出されているんです。唯脳論、この脳が人間がいい、これはいい、お金を払いたい、これは価値がある、そう思うものはすべてこの脳が、あなたの脳が生み出しているんです。そうです、脳が欲しがらないものは何の価値もないんです。食べ物、睡眠、欲求、欲しい、勝ちたい、全部脳が生み出している。さてこの脳、この脳は一体何なのか、ここにはねちょっと絵が描いてありますけれども、まあこれ眼球ですね、結構でかいですね。で、大脳ね、哺乳類からどんどん大きくなってきたこの大脳進出があって、中には大脳辺縁系、でここがまああのあれですね、中核となるこう胸とかですね、あのポンズ、スパイナルコード、脊髄とかですね。でこれが小脳、まあいろいろ役割があるわけなんですけど、まずはこの脳が概念的にどういうふうに作られているのか。はい、これが脳ですね。いやー、わかりますかね、これが脳なんですね。脳の中には目から視覚だとか聴覚、耳ですね、でベロ、味、味覚、そして鼻、嗅覚、そして皮膚、ね、触覚、こういったものがこう入力として入ってくるわけですね。そしたらなんだか知らないけど、まあ、筋肉に出ていくと、ここのブラックボックス、なんかを何が起こってるのか分かんない、これが脳なんですね。これを、はい、この脳の中になんかいろんな丸いのが出てきましたけど、この丸いのがですね、一個一個脳細胞だと思ってください。どういうことかっていうと、まあ、視覚の情報なんかがなんか脳細胞の中に入って、それがどっかに繋がってて、またそれがどっかに繋がってっていうのが、まあ何回も何回も行われてるわけですね。でこれだけじゃないんですよ、これがまたこっちに繋がったり、あっちに繋がったり、あっちに繋がったりして、この脳の中がぐちゃぐちゃに繋がってると、これが意味ありげに繋がってると、意味ありげなアウトプットが出てくるわけですね。ある文字を見たら、その文字のパターンがこうドワーッと入ってきて、その結果、例えば食べるっていうと、あ、食べるんだなっつって、こう筋肉がそれっぽく動くっていうアウトプットが出てくるっていう、こういう機械なんですよ。これがニューラルネットワークなんですね。これをね、何回も何回も重ねていくと、あるパターンが入ってきた時に、この、例えば猫の時、猫のパターンが見えたり、猫の声が聞こえたりすると、ここの細胞が、ここの脳細胞が活性して、これが猫との対応関係を持った細胞だとかですね、これが右手を動かす細胞だとかですね、そういったのがこの中にいっぱい出てくるんです。大脳皮質の中には、まあ、大体1000億個とかですね、それ以上とか、まあ、言われてたり、小脳の中だけでも1000億個以上だとか、それ以上だとか言われてたり、この数のやつがぐる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 いろんなところにつながって、そのつながってる、そのつながりの強さ、それを重みって言うんですけれども、その重みが、どういった、どの概念とどの概念がどういった重みでつながってるのかって、これが、やると例えば日本語が喋れたり英語が喋れたり、そういった意味ありげな入力に対して意味ありげなアウトプットが出てくるわけですね。でも忘れちゃいけない、これがいわゆる五感というやつです。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、この五感以外に何があるのか。第六感はまあ、あの、ね、感とか、あの怪しい、こう科学では説明できないようなものを第六感と言ったりするんですけど、実はですね、ここにまだ入力がないんです。で、アウトプットも少し少なくて、まあ、厳密に言うとですね、ホルモンだとか、いろんな、このホルモンバランスにしろとか、そういったのもこの脳細胞からの神経で出ていってですね、そのホルモンが入ると、ここの入力が変わって、筋肉の動き方も変わってて、いろいろあるんですけど、まあ、そこは置いといて、もう一個ここに実は第6個目の入力があるんです。この入力、これはですね、聞けば当たり前なんですけど、これ気づかないんですね。これ何かっていうと、自分の脳自身から入ってくる、自分の脳のいろんなところから入ってくる、そういうアウトプット、つまりもし目が聞こえなくて、耳が聞こえなくて、味が何も感じなくて、触ることもできない、もう無感覚状態に陥ったとしても、脳の中だけでぐる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 情報が回るんですよ。そうですよね。ね、あの悩んでる時とか延々と同じことを考え続けるのは、ここが活性したら、はい、ここが活性して、ここが活性すると、ここが活性して、ここが活性すると、ここが活性してって、ずっと同じところでぐる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 電気が回ってる、こういった状態っていうのもあり得るわけですね。そうするともう同じことしか考えられない、ああ、もうやだみたいな。で、ある時刻の脳内パターンが次の時刻の脳内パターンを生み出していって、それが延々と同じところを回ってしまう場合もあれば、延々と
新しいことを生み出すようなパターンが出てくる場合もあるんですね。さて、ここで何が言いたいんでしょうか。はい。実はですね、あなたは、あなた、自分自身以外と話したことはないんです。どういうことですか？今日、私のね、母と今日話しましたけど、母と話したことないんですか？そうなんです。私は、私自身としか話したことがないんです。どういうことか。はい、じゃあ、お母さんが話しましたと。ね、視覚からお母さんらしき人が映っている。聴覚からお母さんの声らしきものが、そして、味覚は分かんないですけど、まあ、お母さんの匂いがすると。で、どうもここを触るとお母さんがいるような気がすると思ったところで、はい、それはどこが感じてるんですか？ここから入ってきたこれ自分の脳ですよね。これも自分の脳ですよね。全部自分の脳です。自分の脳が今までの知識の総体系を駆使して、あ、これは母親だと思うことがどうやら一番もっともらしくて説得力があって辻褄が合うようだと思った。で、この中で検査が行われて、そう思ったその相手が何かを言っている。朝ごはん食べなさい。朝ごはん食べなさいと言っていると感じている自分の脳が。自分の脳が朝ごはんを食べなさいと母親が言っていると解するのが最もリーズナブルだ。一番正しそうだということで、朝ごはんを食べたり、なんだかんだしてるわけですね、これは。で、それを母親とお話をしたというふうに感じてるんですけど、その感覚、感じているのを生み出してるのはどこですか？そうなんです。ここが生み出してるんだったら、母親と実際に喋ってるのかもしれません。違うんです。ここが、まあ、ここはね、一時的な入ってきたところですから、もうちょっと深い、この辺が、母親と話しているという幻想を、いや、幻想というか、本当かどうかわかりませんよ。それを生み出してるんですね。そうなんです。つまり、この生み出されて、そこに母親という意味をつけ、ご飯という意味をつけ、食べなさいという意味をつけた自分の脳と、自分の脳が話をしてるんです。そうなんです。残念ながら、我々は自分以外の他人と一回も話したことがないんです。話してる内容も全て自分の脳が解釈して、ああ、この人はこういうふうに言って、こういう意味でこういうふうに言ってるに違いないと、自分の脳が解釈した結果、いや、質問に対して自分が答えて行動している。その結果がたまたま筋肉というものにアウトプットされているような気がして、現実世界に出ていく。自分の考えや言葉や行動が現実世界に出ていくっていうふうな、そういったことを行ってるんですね。つまり、何が言いたいか。こんな当たり前のことを聞いてどうするんだ。これが面白いんです。何かっていうと、そうなんです。この中がどう感じただけが、どう感じたかだけが、この人の、まあ、インプット。まあ、インプットを変えられないかもしれないですけど、アウトプットを変えるってことなんですね。そうなんです。すべては自分の頭の中が生み出した現実なんです。そうなんです。これ以外の真実はないんです。さーて、面白くなってきました。これ、だったらどうしたのかと。だったら何なんだと。だったらどうやったら未来の予測正解率が上がるのか。自分が引き寄せたい未来を自分のところに引き寄せることができるのか。これは次考えていきましょう。次回また詳しく述べていきましょう。今日私が言いたかったのは、あなたは、私も、私、自分自身以外の人間と話したことはないんです。そして自分自身の脳が捉えた意味でしかわからないんです。だから何かを学ぶ順番っていうのはすごい大切なんですね。そうなんです。つまり、ある宗教を勉強してから他の宗教を勉強すると全部邪教に聞こえるわけですね。で、一番最初に信じた宗教が正しいと思うわけです。これはしょうがないです。なぜならば、その知識を持って次入ってくる知識を判断するから。判断しているのは誰ですか？そうなんです。ここの中なんです。こっちから入ってきた情報をこの中で解釈しているだけなんです。それでは、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。イエス！